インヤン怒ってるって言うんだけど、なんでって言われてさ、なんかプロレスが始まりそうな気がするんですけど、インヤン怖い。あ、さっきニッシー選手だろう、ニッシー選手先ほどトンネルされてますからね。先ほどね、ニッシー選手にね、ニーヤンさんね、トンネルされてね、まだ見せ場作れてないんですよ、実は。なのでここでね、こう挽回したいですよね、ちょっとニーヤン選手は。なのでそれに火に油を注ぐかのように、そばめし選手がニーヤン怒ってるって言って、さらに彼に火をつけましたね。やっぱりヒール役ですからね、そばめし選手は。そうですね、挽回したい人が2人いますから。ニーヤン選手は先ほどありましたかね、トンネルが。そしてそばめし選手はロッカーキャッチされて隠密見つかりましたから、隠密見つかってブリンクでしばかれましたから、二人とも見せ場を作っていきたい。その二人が混じり合いそうになっている。その二人が小屋で再会したニーアン選手、離れていく。ニーアン選手、もう離れましたね、ソバメス選手から。キラ来てませんよ。キラ来てませんよ。はい、試合、そこ二人試合決定で、これ朝倉みくるも、びっくりです。おっと、真っ向勝負を持っていている。ニーアン選手、やっぱり来なきゃいけない。やっぱりこの二人は、やっぱり混じり合うことはないのか。アスク選手ね、ほんとデッドハードマジ吐かしてくんないですよね。おっと、そばめし選手の求愛、これは。そばめし選手が、ニーヤン選手に求愛しています。起こしましたね、そばめし選手。身を削って。はい、ということでですね、今日は、8戦、まあ予定してた8戦が終わったんですけどですね、これですけど、エキシビションマッチということで、ラスト1戦。やりたいと思います。これ誰が出るのかっていう話なんですけど、今日キラー担当をやってくれた、亀太郎とユン君とアスクさんと、ネコネコさんがサバイバーに入って、サバイバー担当をやってたルピアさんがキラーとして最後エキシビションやりたいと思います。いやー、でもここはおっとストライクか。あー、ディサイシブストライク。ユン選手ストライク、ゆっくり入ることでダウン放置をさせないような動き。お、うまい。鎖が出てきたので、瞬時に窓を越えることで鎖を避けました。さあ、キラーはどうぞ。おっと、陽動を投げて、あっちにいるよと、あっちに行ってくれと、陽動を投げた先にネコネコ選手がいる。ユン選手、陽動を投げた先にネコネコ選手がいました。ネコネコ選手、これはユン選手、アーカイブ見たときに、ユン選手はキラーをね、もうユン選手はキラーを向こうに誘導しようと、まだ発電機にいるよって、発電機の方向に投げた先に隠密してたネコネコ選手に当たってしまった、陽動が。さあ、戻る動きを、あー、もう、なるほど、お前は許さんと。アスク、お前は許さんと、ルーピア選手から聞こえてきます。さあ、ここはワンダメージ。いや、もうアスク、お前は、許さん。さあ、二人当てて。俺もめちゃくちゃやりてえ、一緒に。めちゃくちゃ一緒にやりたいんだけど。実況っていうか、配信動かす人がいなくなるから、僕はね、参加できないので、誰か企画お願いします。してください。こういうの見とったらな、マジやりたくなるな。今回僕は試合で、ね、出れないですね。出たいんですけど、すごく喉から手が出るほど出たいんですけど、出れないですね。僕が出ちゃうと配信ができなくなっちゃう。あとみんなの視点が映せなくなっちゃうから、僕はね、ちょっと出れないんですよね。まあでも僕はもう今後もやっぱいろんな企画とかも出ていくんでね、ガチプラベだったりとか大会とかも出ていくと思うんで、まあそちらの方また応援してもらえたらなと思います。ということで、誰か企画してください。誰かしてくれ、マジで。誰かマジで企画してくれ、本当に。なんかガチプラベ企画するのもうお前やみたいな感じになっとるんよな、もうなんか、もう界隈の中が。誰かしてくれ。